言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ですね、ちょっとあまりよろしくない情報というのが流れていますというか、拡散してほしいというのもあったので私も語らせていただきます。マーゼルのファーストワンマンツアー2024 Join Us in the Parade、 こちらが開催中ですけれども、こちらのチケットに関して詐欺アカウント X などでの詐欺アカウントが出ているという情報があります。実際に詐欺にあったっていう人たちが結構いらっしゃって、多分手慣れているアカウントなのかなっていう感じがいたします。なんかこうチケット譲りますみたいな感じのがあるっていうのがあり、それで今見ているやつだと楽天ペイでの支払いっていうのを求められて、お金を送ると連絡が取れなくなるっていうのがあると。その今回のことだけじゃなくて、その詐欺の常套手段というか昔からよくあるパターンではありますね。お金を送ると連絡取れなくなるっていうことで、結構その今見ている方以外にも被害に遭われたミューズの方がたくさんいるという話で、これに関してはそのもちろんマーゼル、ミューズの話だけではなくて、他のグループに関してとか他のアーティストに関してもそういうことってあります。で、先払いだったりとか送金するとか諸々の時は本当に気をつけた方がいいっていうところと、ミューズには悪い人がいないだろうっていうところで、おそらく皆さん思う方も、特にね善良な方が当然大多数で、マーゼルを好きな人たちに悪い人なんかいるわけがないというふうに思いたいっていうところもあると思う。ただネットっていうものが厄介で、結局アカウントとかでマーゼルが好きですとか音楽が好きですみたいなことを書いてて、それで仕事で行けなくなっちゃいましたみたいな感じの、譲り先探しています、困ってますみたいなことを言って、逆にそういう善意の人たちを利用して騙してくるっていうパターンもたくさんいるわけですよ。まあ、善意っていう部分も含めて、チケットを手に入れたいっていうミューズのそういう気持ちっていう部分も利用してくるわけですね。で、そういうのがやはりあって、で、SNS だったりとか諸々が初心者の方とかでそういうパターンが多いみたいなところがあるようです。ちょっと先ほど見た感じで、これはその、なんていうか、詐欺にあったアカウントじゃないんですけど、SNS が怖くて、しばらく始めていませんでしたが、ラン君応援したいからっていうのとか、そういうので、初めて X、まあ、Twitter とかね、X 始めましたみたいな、そういう話があって、でね、もしかしたらそういうタイプの人たちを狙って、そういう詐欺アカウントをやってくる可能性もあるとは思ってます。でもちろんそんな、なんていうか、ね、応援したいって気持ちで SNS を始めたっていうところに、そこをだからそんなやつが狙ってくるかもしれないから、そういうこと書かない方がいいですよね、そんなおせっかいなことはね、絶対に言いたくもないし、まあそんなこともあるんですよ。そもそも自由であるべきだし、まあ悪いのは完全にそれ騙してくる連中なんでね。で、結構何ヶ月か前のやつでも見つけたんですけど、これはシリアル譲ってもらうため DM 送ってペイペイ送金したら連絡つかなくなりましたっていう、そう、送金した後連絡つかなくなるっていうのがやっぱりパターンとしてほとんどというか、そういうのが多いっていうところはありますというところですね。で、チケット詐欺出てきてるみたいだからみんな気をつけてねっていうところとか、いろんなことをしてますし、チケットの取引とかで銀行とかペイペイ先払いだっていう風に言い張ってくる人とか、そうですね、ギフト券とか先払いの支払いだけしか応じないようなパターンの人はもうほぼ確実に詐欺ですっていう方もいらっしゃいます。自分はそもそも怖いのでネットでの取引とかは絶対にしないんですけど、まあ自分の友人でも別界隈ですかしてる人もいるけど、なんか詐欺被害あったっていうのもなんかね、一回聞いたことありますし、でもそういうところ狙ってくるんですよね。だからまあなんだろうな、今後の対応とかもろもろね出てくるとは思いますけど、現状やっぱりそういうのが出ています。で、まあ特にね、みんな言ってらっしゃいますが、先払いは非常に危険だから良い話だと思っても一旦冷静になってくださいと、詐欺の可能性が非常に高いですというところですよ。うん。で、
相手を助けるみたいな感じの気持ちで先行してっていうのも危険ですね。とにかく善意につけ込んでっていう部分およびそのマーゼルに会いたいっていう気持ちもつけ込んでっていうところですよ。悪魔とかのささやきっていうのもそういうことですけど、悪魔は本来人間の中にいるものだとは思っているので、その悪魔の属性が強い人がそういうことをやってくるということではありますね。だから人がね、やはり性善説といいますか、それで信じたいというのはわかるんですが、今の時代ってそうもいかないんでね、何もこうしてなくても本当に突っかかってくるタイプとかもいるし、それは詐欺とはまた別の話だけど、そう、ただ突っかかってくるだけだったらまだマシで、そうやって騙してくる連中っていうのは本当にただの悪魔なので、はい、本当にお気をつけくださいっていう感じでございます。で、今回は拡散してくださいってあったので、マーゼルのそういう部分でちょっと出てるっていう話をさせていただきましたが、当然そのマーゼルだけのことではないです。ミューズ、マーゼルだけの話じゃなくて、もろもろいろいろなね、ところでアーティストとかのチケットもろもろで譲るって話で、で、先払いだったりギフト券だったりっていうもので、それしかダメっていうパターンはやばいぞということだと思います。なのでそこは本当にお気をつけくださいっていうところと、あとネット初心者の方とかは本当にさらにお気をつけくださいっていうところですかね。そういう方々狙ってきますから、そういう連中って、はい、ということでこれは語っておくべきだと思ったので語らせていただきました。お気をつけください。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。マシャドの語り部、グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私、グランパンパース、現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、 ボーイズグループ中心ですが、 J-POP を世界にっていうことでそれを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方がやっぱ説得力があって皆さん来やすいというところもあるので、なので自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい、2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいてももちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとかそういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけどまた登録してやろうかなって思った方は、もしよかったらまたお願いできればと思っています。はい、で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは、失礼します。